どうも、食の贅沢のはるかです。今回はご報告ということで、まあもうサムネイルでちょっとネタバレしてるところあるんですけれども、この度なんと食の贅沢料理雑誌に掲載されました。わということで、で雑誌はこちら、クックパッド冬の人気レシピで、その中でお正月特集をやっていて、でそこで僕が2、3年ぐらい前かな、かなり前に出した3つのポイントで簡単絶品筑前煮っていう、まあ、それがお正月特集の方で選ばれました。あ、ちなみにもう発売しています。でまあ僕自身本当にゼロの状態からこの料理の活動を始めていった身としては、料理雑誌、しかも全国区ですよ、全国区こういったものに乗ることができたのは、 YouTube をこう見てくださる方の中にも作れぽを送ってくださった方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、僕のレシピをこう作っていただいただけでなく、その写真を撮ってわざわざ僕の方に送ってくださる、まあ本見て初めて知ったんですけど、400 ちょっと声が大きくなっちゃいました。419名の方が写真を送ってくださったということで、そしてそのたくさんの感想をいただけたからこそこの乗ることができた。なのでこの場を借りて改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本当にうまく伝えられたかなとか、口に合ったのかなとか、まあ日々不安を抱えながらじゃないですけど、まあ、でも自信を持って料理を出している身としてはすごくその自信になります。全国いろんな本屋さんに置いてあると思いますので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。であと今ちょっとバタバタしていて、今年出す動画がおそらくこれで最後になるんですけれども、まあ、本当この1年動画投稿自体をかなり長い間休んでいた期間があったり、あとはご時世もあったり、本当いろいろとあった中、もうこうやって1年間続けられた、見ていただき応援していただき本当にありがとうございます。でこれから来年度、まあ、自分の体調だったりご時世もあったりするので、まあ、とにかく無理はせず一歩一歩ゆっくりとでも着実にこう活動を続けられたらなと思いますので、来年度もよろしくお願いいたします。ということで、良いお年を。そしてではまた。ではまた。